ありがとうございます。ファミコン版、怪獣物語、パート2回目。これシルバー機ってもしかして鍵じゃない？ホーリーはちょっとよくわからへんけど、右上のさ、宝箱があったところ、あそこを、あれ？持てない。あ、そういうことか。売るか。神頼み。水筒の謎もまだ解けてへんし。どうすかな？水筒、どっちの水筒やろ？水入れるやつか。水筒っての食べ物の方か。まあ、どっちでもいいっちゃいいけど。ちょ、気になったらやっぱり解決させたい。これだけはもう調べずにね、まあ、このなんか話の途中できっと使うタイミングがあるんで、その時にね、多分ハッキングするでしょうと。どうしたらいいの？こういうこと使う。ホーリーか。ホーリーが回復かな、HP。元で使ってみっか。ラッキーベル。なんかすごそうやな。何がすごそうかっていうと、ちょっと、あまり深くは突っ込まんでほしい。掘り下げんでほしい。探すでいいかな。戦士の水筒、酒ステッカー。戦士の友って何？どういうこと？もりもり力が出た。元気が出た。あ、ちょっと待った。俺、ラッキーベルっていうのもちょっと長気になるな。まあ、いいや、ボスとかで使ってみたらいいか。鍵を買って、どうすか。まあ、また開けるとこあるかな。で、まあ、だから、ここ埋まっちゃった。スロット少なすぎるよね。心。ちょっと思わず噛んでしまうっていう、ちょっとびっくりすぎて。生ヒグ全然大丈夫。さあ、俺は強くなってるぞ。貴様らがいくら束になってかかってこようが、俺はやられないと。あ、なんかわからへんけど、やばそう。マリに1ダメ。1ダメなら大丈夫や。いや、そうでもないかもしれんな。この感じでいくとやられるかもしれんよね。クロックデビル、デイビル。はい。やっぱ弱っ。画像というか、あれか、絵が変わると、ダメージが入らんようになるのかな。だから、攻撃しないようになるんかな。ターゲットが外れるとか、それるというか、なんというか。あれ、でも、そうでもないな。あれ？なんか回復した、今、もしかして。気のせいか。あれ？謎いな。やったってください。お願いします。さあ、会心とかそういう系もなさそうやね、雰囲気的には。まあ、分からへんけど。ああ、メラ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 。ダダダダンダダ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 ダ。やっぱりそうやね。ターゲットは変わるんやね。これもしかして同じ敵攻撃できんっていうことない？連続して。それはないか。
ー、でもあり得るっちゃあり得るんかもしれんね。なかなか、このチンシステムとかも導入されてるからな。財布 50% ある。ナイス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 。ナイス 50% ある。なにこれ。ハート。あ、ついんじゃん。1ダメか。そうでもか。でもね、チーツもなんで、残り HP10 しかないから、もしかしたら厳しいかもしれんな。次進むとこ。あ、魔法4ダメ。あ、普通にきついわ。それ耐えれへんもん。どこ行きゃいい？あ、なんかそういえば、調べる？探す？何もない。何もないんか。マジ？道具、水筒、氷使ってみるか。体が宙に浮かび上がる。あ、そういうことか。ルー、最初の村に帰る感じか。なるほどね。あー、ホーリー。優秀やけど、ちょっと俺、もう、先、何か見たかった。少しずつでも、こう、技とか、アイテムとかの、ね、効果を知っていけたら。戦士の友が何やったか分からへん。まあ前な。それ最初に飲んだやつ。5パール。ホテルダイヤリカール3体。全体攻撃ブーメランみたいなのがあると楽でいいかもしれんな。あ、跳ね返してくれるんで全然楽な気はするんやけど、ペースがすごいいい気がする。能力値もね、全然だな。この能力値1、攻撃1、防御1がどんなもんなんかってちょっと全然わからへんけど。悪魔の手先、ブロックデビル。今は見えひんようなキャラクターデザインではあるな。すごい斬新、斬新というか、まあ当時は定番やったのかもしれんけどね。すごい。早いね、やっぱり。ボスピ。VP 全開。あ、そういうことか。さっき気づかんかったけど、ホスピっていう魔法を使えば HP、まあ、VP か。回復すると。これ、それはもう相手だけの話じゃなくて、俺も。あ、シルバーキー。いいね。こっちでいいのかな。ハート出現。ホスピ覚えた。そういう系のアイテム名も回復やろね、きっと。跳ね返せんのか、弱ってるやつの攻撃が。いや、ちなみにしっかりもらってんな。マジで謎なんやけど、ダウンさし、ダウンっていうか倒しきった方がいい気がするんやけどな。まあ、オートやからってことかな。あ、確かにこれ、十字キーで攻撃相手を選べる。オートでも、あ、もうオートやとそう、選べへんのか。まあ、でもなんか理由があるんやろね、きっと。
一体ずつ落としていかへんの。ハート、ハート。いよいよ迷子なんやけど、なかったぞ。キラービー、やばいやろ。キラービーは2ポイント、あ、強いな。おー、あ、でもそうでもないか。あー、どこか。経験値そんなことなかったな。これ大丈夫？ 4 到着したのに、なんか分からへんけど到着したのに、まあしょうがない。2号何やったやろ、あれ村かな、新しい。いや、毒はえぐいなぁ。って考えると、やっぱ毒消しを一つ持っといた方がいいんかもしれんね。でん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 。はいはいはい。ウッド経験値。いいですね。アイサー、アイスってことかな。ああ、そういうことか。アイサーアイスね。結構、あ、いや、ダメージ13はなかなか優秀やな。結構出るようになったね。ボスとかまたいんのかな、これどうなんやろう。全然勝てへんかもしれんね、この感じだと。ただまあ装備一つ目の街で買えるだけ、買える最高級とか一番いいやつを買ったつもりなんで。ホスピル、はいねー、マジか。まだ回復する？大丈夫？マジか。超、うざがらみやな。だるがらみ。頼むぞ。マジ？もうホスピしかできんようになってるやんか。マジか。まあ、いいんやけどさ。ああ、先行取った。これは優秀。やばいな、これ。むっちゃオフィス、ホスピ。なんかあるかな？なんかなさそうやね。クローバー。スペード、クローバー、ジャック。スペードとダイヤがまだかな？いるんか知らんけどね。ダダ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 ダ37。あれ？誰かに取られてる？取られてんのかな？スリー？スリーの、あ、すごい、桃鉄、スリーの銀次。スイッチ版にもいたね。銀次さん。いやー、スリーの銀次。
むちゃくちゃ取られた記憶あるな。確か9、9部、プレステ2やったかな。あんま覚えてへんけど、それだけ唯一記憶に残ってるよね。めっちゃお金持ってたのに。っていう、それ以上でもそれ以下でもなくて、全然、え、何それ何の話ですか？で終わるぐらいな。あーっと、これ。あー、これえぐい、これえぐいわ。毒もらったら、毒はもらいたくないもんな。さっきの反省を踏まえて、これは何でしょう。ここはトイノンの村、トイノン、南西、サンダット、よくわかんねえな。どうすりゃいい。そういうことか。ホーリー俺捨てちゃったんか。あー、なるほどね。これはなかなか、どうしていいかな。ちょっと考えよう。まあ、宝箱は開けん方がいいよね。開けんとこ。ね、ここもあるやんか。どうすりゃいい。ピクシー。北の祠。チョコボ。え？チョコボ。なんか買った。あれ？サンドラット。なんかアイテムが一つ消えてる。あれ？あれ？ちょっと待たれ、サンドラットってない。謎。あ、じゃあ開けたらあかん。そういうことか。サンドラットの中に入ってんのか。ああ、なるほど、なるほど。理解しました。サンドラット荷物入りみたいなもん。ことかな？じゃあ、ここら辺のどんどん入れていこう。うん。あれ？そういえば、ホーリーはなくなった。捨てたんじゃないの？北西にある湖に斧を掘り込むと女神が宝をくれはる。そっか。それはあれやね。金の斧、銀の斧のやつか。あなたが落としたのはこの銀の斧ですか、それともこの銀の斧ですか。私が落としたのはどちらの斧でもありません。あ、ちょっと今俺話、ちゃんと見えへんかった。お風呂、お城か。強い武器打つ。売ってる。死の商人。よくわからへんわ。とりあえず行ってみなね。へぇ。カムの太鼓。カムの太鼓。何やそれ。どこか使うか。カムの太鼓ね。ねえ。から上行ったらいいのかな。じゃあおお先制攻撃を取られてしまった。レベル上がらんかったらやっぱり一発でバシッと決めてダウンはなかなかさせられへんっぽいよね。武器を変える、まあ、それも一つか。
6ターンかかるもんな、1対2ターンやったら。まあいいんやけどね、全然。うん、よしよしよし、残り1体ちょっとゆっくりね、丁寧に。おれ、結構経験値入った。まあ文句は、あれー、これどこ、あ、これか。これは何？合う？これシルバーキーじゃないのか。おー、よくわからん。鍵じゃないね。悪魔の手先。はいっさー、やばめよねこれ。大丈夫かな。やっぱ跳ね返しやすくなってんのかな。関係ないか。単純に俺のレベルが上がってる、まあ、もしくは防御力が高い。うーん、 SS？ さあ俺どこ行きゃいい。全然俺これやられるよね。大丈夫かな。あ、マジか。オート外して戦う道具、サンドラとホーリー。あれ、マジか。ホーリーって買えるやつだったかな。あっ、大丈夫か。はい、帰ってきました。回復アイテムないんかなってずっと言ってるけど、なさそうやね。だいたい1回25分ぐらいでかな。それが多分ちょうどいいぐらいかなというふうに思います。じゃあちょっとセーブして、セーブ、セーブ、これか。あ、間違えた。まあいいや。はい、じゃあ時間いくらいなんで今日この辺でありがとうございました。おやすみなさい。